回はバンコクからチェンマイへバスに乗って向かいます。約 700km、 9時間半の長旅です。タイでのバス旅は日本と違い、なんと食事付き。年末年始のチェンマイ旅が始まります。ぜひ最後までご覧ください。サワディーカー、マユケンタイランドのマユカです。私たちはこれからチェンマイに旅行に行きたいと思います。今いるのが MRT のパホンヨーティ駅の少し北にあるソムロットツアーのバスターミナルにいます。常に12号というアプリを使ってバスを予約しているので、これからチケットを発券しに行きたいと思います。それではレッツゴー。ここで発見？うん、そうみたい。多分やけど、もともと予約してるのと、今から予約するので窓口が違うし、ここやったらできるみたい。できました。予約画面見せたらすぐに発見してくれて、18時に出発、あとはなんか2番かな1番かな、ちょっと分からへんけど、そこにいるバスに乗ればいいみたい。こっちは何？こっちはなんかお試しみたいな、なんかもらえた。じゃあバス18時やからもうちょい時間あるから、ちょっと待とうか。ちょいご飯食べるか。うんうん。オッケー。パパとかできてる？パパとか。うん。これとか。タガパオとか。うん、いいよ。頼んでいい？うん、青パパカカランプリー。これ何やろ？わからん。でもアニカ。はい、では出発時間まで約30分ぐらいあるので、ご飯、カオゲンとサイクロンとネンも頼みました。カオゲンっていうのがさっきのあのできてるのを注文する形の料理で、内容としてはカオパとキャベツとガパオかな。これ何やろうね、レバーみたいなやつにしました。今回の旅はさ、夜行バス何時間の予定？約10時間。でもさ、今日さ12月29日やんか、年末やから多分9時間10時間でつかへんと思う。多分つかへんと思う。だから、ね、先ご飯食べ て、パワー蓄えとこう。うん、じゃあいただきます。食べます。あったかい、デジタティアは、これカオパとこの2つで何バーツやったの？この2つ、カオパと2つで60バーツやった。安いな。カオパもさ、結構量入れてくれてるやん。キャベツめっちゃ美味しいわ。でこのカオパはクンチアン、中華ソーセージが入ってるから、ちょっと甘みがある。バス旅行めっちゃ久しぶりちゃう？マイケンタイランドでバス旅行は初めてやんな。初めて。3年越しのバスツアーちゃう？じゃあガパオとなんかよく分からへんお肉の炒め物食べてみます。甘い。俺らのバスどれ？2個目のやつ。これ？チェンマイ。OK？ オープンカー。バスに乗り込みました。いいね、チェンマイ。モニターもついてるしさ。
どうやって使うか分からんけど、うん、あとはこのブランケットなんていけたり、普通に綺麗やな。うん、綺麗やね。充電させる USB のチャージのところもあれば、うんうん、ここにもある。あ、そうよ。これでチェンマイまで何バーツ、うん、1人700、800バーツぐらいだな。多分そうと思う。安い安い、うん、ビップではないけど、うん、全然いけるよ。そうだね、ビップはね、満席でバレへんかってこれになりました。じゃあ試着予定は3時40分朝早いな、うん、いや絶対俺のやつは8時ぐらいになると思う。なんやかんや、そうやな、5時ぐらいにはなると思う。じゃあこのままねゆっくりと千枚に行きたいと思います。今回利用したバス会社はソムバットツアー、4列シートのバスでした。隣との距離は近めなのでご注意ください。車内は清潔でエアコンがとても効いています。乗車後こちらのパンと水が支給されました。時刻は午後6時、予定通りバスが出発しました。今日は12月29日、いきなり帰省ラッシュの渋滞です。出発から数十分、車内が薄暗くなりました。少しずつチェンマイへと向かいます。頑張って、運転手さん。はい、途中のサービスエリアでご飯を食べます。バスのチケットにお食事券がついてて、この後ろでクイッティアウト、カオゲンとカオトムの中から選んでご飯を注文しました。深夜に食べるのは染みそうやな、美味しそう。そうやな、ご飯ついてるの嬉しいな。うん、さっき普通に食べたけどな。確かにあったかいご飯やからいいよね。どう？うん、優しめの味、おいしい。じゃあパパッと食べな、置いてかれるから。うん、食べよう、食べようか。バスターミナル3に到着しました。予定の到着時刻が3時40分だったんですけど、実際の到着時刻が4時10分、30分ぐらい遅れで到着しました。年末年始にちょっと混んでたけど意外と早く着いたね。うんうん、バスの中もすごい快適で、エアコンがちょっと効いて寒かったけど、膝掛けを、ね、使わせてもらえたりとか、間でご飯が食べれたりとかで快適に過ごせました。これからカフェモンに向かって、その後私たちは1泊2日でゾウと一緒に暮らせる村に行きたいと思います。そこではね、ゾウとお散歩したり、水浴びしたり、コーヒー体験とか石鹸作り体験とかもできるみたいなので、楽しみです。じゃあこれから何か乗り物に乗ってカフェモに向かいたいと思います。到着しました。2023年もう少しで2022年が終わります。ね、ニューイヤーパーティーの準備してるね。カウントダウンパーティー
あると思うんで、ぜひその様子などチェンマイ旅行の様子をこれから何本かに分けてお届けしますので、ぜひ続きが気になる方はチャンネル登録とグッドボタンとお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。